パベル・ホルバートは、チェコスロバキア・プラハ出身の元チェコ代表サッカー選手。サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダー。ビッセル神戸での登録名は、愛称のホルビ。スパルタ・プラハで、プロデビューをした後、ホルバートはより多くの出場機会を求めて、小クラブのバウミとヤブロネツへ移籍していった。そこでの活躍が認められて、スラビア・プラハへ加入した。 スラビア・プラハでは在籍4年の間にリーグ戦で27ゴールを記録しカップ戦で2度優勝したその活躍からポルトガルのスポルティング CP への移籍につながるもスタメンを確保することができなかった2002年1月にチームメイトのムボムペンザと共にトルコのガラタサライへ売却されるもここでも滅多に出られなかったため2001から02シーズンが終了する前に チェコへと帰国。テプリツェでの最初のフルシーズンでカップ戦優勝をした。2004年のセカンドステージから同胞のイワンハシェックに誘われてビッセル神戸に加入。1年目のシーズンは9月18日のガンバ大阪との関西ダービーでは J1 初ゴールを含む2ゴールを決めるなど14試合6ゴールの成績を残した。2006年の j に降格後も残留してプレーした後、 フルスの AC スパルタプラハに復帰。2007年にキャリア初のリーグ優勝を経験、さらに2007年2008年とカップ戦連覇を達成した。33歳で FC ビクトリアプルゼニと契約、加入初年度は8得点を記録し、チームは8位でフィニッシュした。2010年はプルゼニのキャプテンとしてクラブ初タイトルにして、自身としては異なる4クラブで6度目の カップ戦優勝を果たした。さらに、同年のチェコリーグ最優秀選手に選ばれた。翌シーズン35歳ながら26試合8得点と、レギュラーとしてプレーし、クラブ史上初のリーグ優勝に貢献。また、リーグ最優秀選手に2年連続で選ばれた。2015年に引退した。2013年10月4日、現在、UEFA ヨーロッパリーグでの最年長。 得点記録を保持している。2007年9月、ビクトリア・ジシコフとのリーグ戦試合中に、ナチス式経礼を行ったとして、20万チェココルナの罰金を課せられた。その事件に謝罪しながらも、自チームのファンのエキサイトを落ち着かせようとして、腕を上げたジェスチャーが誤解された主張した。1999年2月9日に、 チェコ代表デビューしてから3年の間に19キャップを記録 UEFA ユーロ2000に選ばれるも出番はなかった。同時期の中盤にパトリック・ベルガー、パベル・ネドベド、ブラディミール・シュミツェルとタレントが揃っていたためキャップ数はあまり伸びなかった。ABCDEF、ラウドルップ、ストイコビッチ、リュングベリ、ユーロでプレーした歴代外国人 J リーガーを振り返るイコール。 エキサイト .co.jp https://www.excite.co.jp コロンスラッシュスラッシュニューススラッシュアーティクルスラッシュ soccerking46658p=122020 イコール年4月8日閲覧 ab メノルコンフィリヒトテッドザセスロビルネイプルナンバーホーバスバイラルポハールアズポーザスト 2004 J リーグディビジョン1セカンドステージ第5節データ J リーグ https d a t a j l e a g u e o r j p sfms02 スラッシュマッチカード id イコール7883 2020年5月3日閲覧ホルビデータ J リーグ https://data.j-league.or.jp:/sfix04/. プレイヤー、id="80542020 年5月3日、閲覧。ブデツードーブリー、リコリー、エーナビトリー M、プルズニー、ビスパミナーズ S、ユートムーブ、ムホバス数字で振り返るウェル第2説。 uefa ヨーロッパリーグニュース -uefa.com2013 年10月4日サッカー、ラウンドアップサンスパルタプラハエスホルバートファインド、ホーナチジェスチャー、ハットチェックサッカープレイヤーファインド20万、クラウンズフォーレーズドアーム、ハットユーロ2000プロフィール。ありがとうございます。